自分自身のこのネガティブな気持ちのところの何が原因でネガティブが出てくるかっていうのを見てもらいたいと思っています。で、このネガティブなものの原因がですね、ちゃんと分からずに何とか明るくいようと思っていると、この明るくいる中でも結局このネガティブがちらついてしまうわけですね。ここをまずですね、自分の中で解消していくことが大事になってくるかなと思います。自分は明るくないと自分らしくないと思っちゃうと、無理して自分を明るくしようとしちゃったりするわけですね。それはすごくある場面においてはいいんですけど、自分の本当の今の辛さとかしんどいことと向き合うためには、一旦そのネガティブな要素も受け入れるっていう必要があります。そうすると本当の心の奥にあるですね、そのポジティブなものもしっかり前に出すことができるということですね。このネガティブなものもポジティブなものもしっかり表に出すことが大事です。出していくとそれがしっかり輝いてくるので、夫婦関係とかパートナーシップでもそうですね。喧嘩しないパートナーシップがいいかっていうと、そうではない場合もあるんですね。喧嘩するからこそお互いが生み出しをできるっていうこともあったりします。なので自分のですね、持っているネガティブは出し合いましょう。解消していくことによってより前に進みやすくなってくるかなと思います。